明日天気になれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日はガレージマーケットに来ております。4月の今中旬なので、そろそろ季節感もギフトからまた変わりつつあるところなので、いろいろ新商品とかも入ってきてるかなと思いますので、はい、お店ちょっと歩いてどんなものあるかなって見ながらやっていこうかなと思います。はい、今日は中村さんに新しいものだとか、あと売れてるものだとか、まあそうじゃないものを含めて案内していただけたらなと思っておりますので、はい、はい、じゃあ行きましょうか早速。はい、あ、まずこれめちゃめちゃ売ってるって話ですね。はい、うん、そうですね。先週の火曜日入ってきました。うんうん、何個ぐらい売れたんでしょう。1週間で、10万ぐらいは売れてます。かなり200個近くとか売れてるんですよね、きっと。美味しくなさそうだけどね。ね、本当なぜ売れるんだろうって思いますけど。ガレージのインスタに、載せたら、そのインスタを見て、家族で来てくれた。すごい。インスタ効果あるんですね。インスタ効果ありました。あ、素晴らしい。ガレージのインスタ見ました。これどこにあるんですかっていう問い合わせが何件もありました。へえ、羨ましい。美味しそうだね。え、なんかさっきとちょっと話があってなんか前回と変わってるところとかあるんですか。前回と変わってるところ、前回変わってます。うん、こっち焼きそばとか、お、極激辛シリーズのカレー味食べました。まだ食べてないです。おだけどうちのスタッフが食べたんですけど、うん、極激辛よりもまだ食べやすかったっていう話でした。カレーの方が、カレーの方がまだカレー風味があって食べやすかったっていう話は知ってました。これじゃあ次の罰ゲームかなんかでですね、うん、極激からカレーだったらじゃあ、うん、いけるかも、いけるかも。僕は極激から食べた時一口でもダメでした。次行きましょうか。最近入ってきたのはタワーですね。今インスタで話題になってる。あ、インスタで話題なんですか。そうですね。山崎実業のタワーシリーズです。うんうん、で、あの、家を新築するときも必ず検索してこれがいい、あれがいいと買い漁るというもので、結構物自体がシンプルにできているので、うん、まあ、どこに置いても、で、すごく使いやすいですし、色味も白で統一されていたり、まあ、うち白しかやってないんですけど、黒もあります。僕もこれ旭川の中山店で売り場作った時にお客様が並べてる時に、あ、ここで売ってるんですねって言ったから、やっぱり認知度高いんじゃないかなって思って、注目のブランドっていうか、そうですね、うん、山崎実業のこのタワーシリーズは、うん、確か量販店ではできない。ああ、取り扱い店も限定されてるんですね。限定されてる。いろいろシリーズあるんですけど、このタワーが、あとはこれですかね。トムジェリー、今年映画になっている、上映されるということで、またトムジェリーが人気になっています、うん、あとこの辺はもうちょっとない商品もあるんですけど、これは今年すごく問い合わせが多く。ああ、映画なんですね。映画がありますね。この時期にやっている栽培セットですね。で、今年はこの水耕栽培する、水入れてできるやつが人気ですね。あとはまあこの上のやつよりかこの大きいタイプがよく出てます。枝豆とミニトマト、そうですね、で、この売り場の中で年中売れるのがこの桜盆栽の、この桜がもう年中ギフトにも自分買いにも植えてます。ちなみにここのメーカーさんの、展示会行った時にクロマツが実際飾ってあったんですけど、うん、5年かかったって言いました。へ、結構本格的な。本格的な。今年結構人気なのが、まあ、スヌーピーですね。今年スヌーピーは、調子が良くて新商品を中心によく出ています。まあ、特に時期的に、まあ、ボトルだとか、まあ、ランチはちょっとなくなっちゃったんですけど、ランチとかボトル、あとマグカップとかがよく売れていました。あとこの割れない食器ですね、結構これ前からあるんですけど、今年揃えたら
春先に動きが良かったので、うんうん、結構ちゃんと色を揃えて展開してます。うん、あと今年は結構売り場自体すごい広く取ってるんですけど、まあ、チャムスのコーナーですね、うん、ようやく4月になって新しい商品も入ってきて、まあ、この辺の今年新作の T シャツで、去年できなかったんですけど今年はキャンプで使うシェラカップ、これ直火も使えるんで、あのアヒージョ作ったりとか、キャンパーは必ず複数持ちして使い回しをしてるっていうやつのチャムス版が出てます。サイズはこれとこれの今うちは2種類ですね、やってます。ここは今年だとスキレットですね、これも直火できます。まあ、持ち手はなんか布かなんかで巻かないと直接手では持ってないんですけど、スキレット、あとは今年の新色のチェアですね、今回はカーキ、レッド、ベージュ3色入ってきます、出ます。で、今年は去年よりかは値段がちょっと上がってるんですけど、ワンサイズサイズが大きくなってます。あとはこの今年初入ってきたホールディングファイヤーピット、これも焚き火やったりだとかできるものです。でちょっとあれなんですけど、折りたたむとすごい薄い形になるので持ち運びも便利で、この中にこれがガバッと入る、このぐらいの厚さで持っていける。結構キャンプ行くときって荷物が多くなっちゃうんで、こうやって小さくなるものを重宝するのかなと。あとやっぱり今焚き火ブームというか焚き火される方が多いんで、直火しなくてもいいので、まあ、結構オートサイトとかでも使えるのかなという。あと、まあ、結構今もやってるところは少ないんですけど、バッドフィンク、ネズミのモチーフ、懐かしい、懐かしいですね。まあ結構ファンがいるようで、ステッカーだとかこの、まあ、これもカラフックになってるんですけど、まあ、コンスタントに売れてリピートしてるんで、まあここは多分北見でやってるどこはうちだけかなという感じがします。それはすごいですね。で中で売れるのがこのバスマット、このマットがよく、まあ、新生活っていうのもあるのかもしれないんですけど、よく売れてます。確かに、でもここで扱ってないんだったら、なんか一人勝ちですからね。そうですね、なんか増やしたり新商品入れたりしていったらより魅力的になるかもしれないですね。そうですね、これもなかなかもう北見でやってないんですけど、コカ・コーラ、やっぱりこのカラータンブラーが割れなくていいので人気です、あとはこの貯金箱ですね。この貯金箱とこのビッグボトルコインバンク、これはやっぱり昔からあるんですけど、未だに買い求められる方が多くて、いくら貯まるんですか。いや、いくら貯まるんでしょうね。めちゃくちゃ貯まる、めちゃくちゃ貯まりますよね。そうね、これも最近入ったリアルニットを使った腕時計ですね。これお客様からメーカーさんの方に、北見で取り扱ってほしいということで、うちのお店を教えていただいて、うちの方で、まあ、コンタクト取ったらぜひやらせてくださいということで、取引を始めた時計です、まあ、値段が高いのでまだ動いてはいないんですけど、まあ、北見ではうちだけ扱っています、売れてますね。結構これで買ってくるんですよね。ちなみにこのちょっと飲んだことないんですけど、この韓国のお酒、味付いてるやつですね。味付いてるやつ、これもよく売れてます。インスタでもなんか載せてますよね。これはクイックスモーカーってちょっとちっちゃいんですけど、火つけてでスモークができるという。これはちょっと欲しいかも。屋内でできるやつですもんね。屋内でできる、燻製作る、燻製ですね、新学期の時期にはこのニキっていうアニマルのペンポーチがよく売ってます、これも結構
一応ブランドになりますね。ドイツ生まれのぬいぐるみメーカーということで、うん、結構買っていかれます、うん、それやっぱりワンポイントあるものが売れますね、うん、ショーンとかでもここに星持ってるやつとかハート持ってるやつ、うん、あとは今 DVD うちやってるんですけど、 DVD だとやっぱり韓国の K-POP、うん、これカルボナーラトッポギ気になるね。これも売れてますね。辛いですか？食べてないんですけど売れてます。あとはまあ韓国つながりでこれが 4D のグミなんですけど、 3D よりもよりリアルですかね。ん？それなんか 3D プラスデリシャスって書いてあったよ。 3D プラス、あ、そうですね。しょうもねえなって言ってですすいませんあと新商品だとこの今年はこのキャンディーコンテナっていうものをやってます。これこういうふうにタオル入れたりとかお菓子入れたりとか、元からセットになってるわけじゃなくてお店で提案してるってことですね、はい、そうですね、靴下入れたりとか、でみんなでまあ好きなものを入るよ決まるんですけど、好きなものを入れてもらってこれでプレゼントということで、結構小中高生が皆さん買ってかれていきました。いい感じですね。まあ相変わらず人気なオクタニーっていうメーカーさんのフェイスタオル、これも今年は韓国の文字が入っているものが出て、これもよく売れてます。今年はちょっと去年ぐらいからグミがよく売れてたのでグミコーナーということでグミをたくさん種類を並べて展開してます。昔からあるハリボーからいろいろと並べているんですが、まあ、やっぱり一番売れてるのはこのハリボーのベタなやつですね、うん、これなんかタランチュラって書いてるけどこれはタランチュラの形、あ、そっか、タランチュラ味ではないですよ、ね、ではないあとは女子中高生がよく買っていくのがやっぱりこの前髪クリップですかね。このリューチェルってまだずっと貼ってあるね、あれね。あれずっと貼ってるもんなんかい？その商品ないよね。あ、ここに。あるんだ。はい。ここにあります。ずっといるなあいつと思って。うちだとこの。ケロリン、定番だよね、はい、これ関東と関西両方受けがあるんですよ。で深さが違うんですよ。ああ、ほんとだ。なんか関西だったかな、どっちかはなんか持ってあこうやるけどってそれで大きさが違うって。へ、文化の違いだ。値段違うんですか？値段は一緒です、なるほど。中のなんか深さが違うって確かニュースでやってる、情報番組でやってるのを見ました、うん、匂いだとこのリトルツリーが、このリトルツリーのブラックアイスっていうのが一番売れてる香りです、このスターズストライプスっていうのが確か昔木村拓哉が持ってたっていうので、一度なんか人気になったみたいな。うちだと1位2位ということで、で缶だとこのカルフォルニアセンクスというものなんですけど、これなぜか北海道しか売れてないんですね。本州は売れてないって、なんかこれを取引してるところはほぼ北海道のとこ、北海道のお店にしか卸してないんです。あ、そうなんですね。現在クリアランスセール中なので夏物のセールを今展開している真っ最中です。佐久間さん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。43歳。これだけで終わりです。バカグッズが並んでます。ラファエルさん、もうちょっと43歳についてなんか43歳について何でしょうね、今年の目標は。僕もね、ちょっと体作りをしようかなと思ってまして、あ、はい、頑張ります。40
4歳の時には上半身裸で、で出ることを目標に何チャンネルになってるのかで、こちらが EDM ですね。ここだけが洋楽が流れてます。今年一応15周年なんですよね。あ、15? あ、そっか、ね、そう9月9日で多分そうです ね、 ね、あの金属年数15年っていう方が何名かいらっしゃるんですよ。そうですね、そうですね、うん、どうして 15% オフとかかい。おー、 10% オフやりました、ね、10周年の時ね、うん、10% オフの10日間みたいなことやったよね。あ、やりましたね、うん、もうそこら忘れてもらうか。10% って結構、結構、ね、やばい。じゃあ20年だったら 20% か。確かに。つぶつぶ。